毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。さあ動画、2本目になります。1本目では、今日14のね旧門と小門解説しました。めちゃめちゃ強いですね。もう旧門も小門もさらに強くなって、ほんまにもう、もともと強いんですけど、その強い、今日がですねさらに強くなった。もうやばいですねほんまにって感じでね、この動画では戦いの方行こうと思います。で104サーバーの今日ですけどね、カズさんがねこれ270万まで仕上げてるんでやばいっしょマジで。初日から、星7でもちろんね消耗まで開けてます。旧門消耗も開いてますからね。でアリーナですけど、今カズさん横にいるんでね、これ1位ですね。めっちゃ強いなこれ。今日が270万やばい。でメンバーがイスラ、イオリ、今日ロバート、山崎、ミドチですね。でストライカーが、サイキ、リオロン、ラルフ。今回このカズさんにね挑もうと思います。で僕がねカズさんに勝てる要素ねこれあるんかな。戦闘力も先制値も低いんでどうなんかな。これ今日なしでね勝てる要素はないと思うんですけど、唯一チャンスがあるとすればチャンコーハンの、攻守交代ぐらいかな。あとシュンウェイはねカズさんいないんで、まあでもイスラいるからな。その分、まあ、ほんまに勝てる要素は皆無やと思うんですけどね、まあ、それでも今日の強さは、十分にわかると思います。じゃあ行きましょうか、アリーナ挑戦ね押しました。ちなみにまだカズさんとは戦ってないんでね、この今日がいるカズさんとは戦ってない。だから今日のね硬さっていうのが、まあ、どれぐらいなのかも気になりますね。さあ行きましょう。戦闘解消してますよ。さあ先制取られてますね。待機出てきて、今日は一番上に置いてます。前列一番上、やっぱり前列がいいですね。前列戦い見てたらやっぱ前列のね一番上が安定かなと。その後に味方が必殺打って怒り回復ありますからね。うわ早速イスラが強い。早速イスラのスキルが追撃きましたよね今。さあマムシーわー、これ今日2回打ってくるかな。2回打ってきますよね。75ずつ回復していくから相当な回復量になると思うけど、さあ来た。ここで2回目、これロバートの効果かな。でもロバートの絆キャラになってるね。絆キャラになってるからその効果で回復しました。そしてイオリ、ザキヤマ速攻やられてる。うわーこれえぐいな。先制取られるとかなりきついな。これは今日のね効果もあるしめっちゃ強いよ。追撃、追撃、あーイスラか。おおイスラ早速もう2回スキル追撃してきた。そしてここからは普通のスキルですね。あーロバートやばいでこれ。ほらうわーロバート厳しいでこれ。ロバートがもう前列はもう厳しいですね。やっぱり多分2回ぐらい復活者踏ん張り使ったもんな今。そして僕のターンですけどどうなるか。山崎に頑張ってほしいけどね。サイスマドリル、ちなみにカズさん山崎も星7ですからね。もう星7のオンパレードって感じで、もう勝てる要素はほぼないっすね、これは。今日入れられたんで。さあ、そしてロバート。僕もね、今日入れてリベンジしたいとこですけどね。リベンジってもう負ける手で話してるけど。さあ、ファントム。やっぱね、旧門でさらに盤石になったから、もうマジで今日が一番最後まで生き残ってるっすよね。さあ、行きます、今日に。全然減らない。ミリも減ってない。やばー。そしてマロカレでもミリも減らない。もうノーダメージと一緒ですねこれは。ほぼほぼノーダメージ。さあ水内スキルは追撃で、進化3でね追撃します。これやばいで。ラルフストライカー、ロバート頼むで。このターンは生きてほしい。あー来た182式。うえい。あでもダメージそんなないですね。言うて武器がないからかな、そこまでダメージは出ません。ただしこの炎の印をつける効果と、あと2回打ってくるよね。ほぼ安定で2回打ってきますよね、これ、今日は。ロバヤン。これでもう、どっちにしろ絆キャラなんでね、ここで打ってきますね。どっちにしろ絆キャラやから、ロバートで怒り回復ができる。さあ、そして、イオリ。ただし、この絆キャラはランダムですよね、カズさんの場合。イオリになるかもしれんし、今日になるかもしれない。攻撃型しかならないんでね。さあ、ここロバート耐えてほしいで。なんとか。耐えろ。よし、ロバート耐えれる。ザキさんも復活使わなかったね、このターン。いいっすね。今のところは、まだいい感じかとね。先制取られてますけどね、その分、今のターンでしのいだ。さあ、イスラどうなのこれ。イスラも硬いよ。イスラも硬いよ。ガイアニック。さあ、カズさんの唯一いないキャラ、シュンウェイ、ね。そこのシュンウェイで差をつけていきたいが、イグニスちゃうわ、ゲーニッツ。ストライカー出てきて、ギアタガラス。僕は、ロバートの絆キャラはイオリっすね。ヤタガラスからのヤシオレ打てます。
ザ・ファントム・シンギュレーション、これね攻撃型が僕イオリだけなんでね、今日入れないと春へのこのシンギュレーションが打てない可能性がありますからね、イオリが先に見られることも結構あるんでね。さあそしてリオロン、リオロンはこの領域のために入れてます。水地も打つがどう、ザキヤマ倒した。おっとこれ何、反撃来た、今反撃来ましたね。スプレータイミングちょっとおかしかったけどな。あーそうか、でもこっちが攻撃してる時もカウンターダメージで食らうから、それに対して追撃来たんですよね、イスラは今の。さあ水地で削っていきます。あーやばいな、これこのターンやばいっすよ。サイキ今日は来るよね、もちろん。もうほぼ 100% 打ってくるよね今日は。どんな状況でも打ってくるでしょ、この状態以上に強いから。さあそしてイスラ上がってきた。マムシやめて、ロバート生かして、やめろよロバート。ロバートこのターンは耐えろよ、まだ3ターン目やで。ロバヤン、カズさんのロバヤン、そして今日がこの効果でマックスになる絆キャラ108度認識、かっけえな今日、かっこいいよ執念キャラ。さあそしてイオリ今日のライバル、やめろロバヤン耐えろ、ロバヤン頑張れよ、もう少し頑張れるか、まだ頑張れるか、よし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 、いいぞロバート生きろよ。イオリスキルやめてね、あかん、あぶねえ怖え、今のスキル出てなかった、あスキルバンか、あぶねえ、ほんまに怖かった。闇払い出てたらロバートやられてた可能性あるな今のは。闇払いめちゃ強いからねイオリの。さあそしてザキさん、ドリルドリル、いや、マムシドリルね。溶血なんかめっちゃ入ってる、こっちの山崎。その代わりやられてないんかな、1回しかやられてないかも。イスラあたりこの辺で倒しときたいよ1回は。さあそしてロバートからの、いやしおりファントムは、今日に行きます。いや勝てもうこれえぐいって、この方さ、なんなんこれ、7万2000ダメージ、嘘やん、3年前ですか、3年前の戦いしてるの、7万2000、6万5000、嘘、これはえぐいぞ、ヤタガラスで6万5000はちょっとやりすぎじゃないこの周年、マジで硬いというかもう無敵ですね。ここまで来ると硬いとかそういう次元じゃなくて、もうマジで無敵っていう表現がで一番合ってるっすよ。無敵、もう倒せない、だからもう常にスター状態、ティン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 、いやほらもう常にスターよこれ。ロバート耐えろよ、ワイルドスタイル。ここでスプレーはどこ、落書きは、落書きちょっと分かりませんね。ロバヤン来た、これで今日がマック、あーロバートやられた、ついにやられた、ロバート頑張ってたんですけどね、ついにやられたな。さあリオロン反撃から 水地打ってこない、いいね、リオロンの反撃で怒り下げたかもしれんね今のは。さあこの春雨耐えてよ、やめろよ、よしここは耐えた、ここなんとか耐えて、ここでチャンコーハン参戦するからまだチャンスはあるっちゃある。そしてゲニストライカーで状態上解除、いいね、全員打てる、オッケーオッケーオッケー、まだチャンスはあるっすよ、この次のターンに攻守交代できるから、ここでだから一気に畳みかけないとやばい、イスラをだから倒しとかなあかんね、このターンで。むしろ一回倒しといて次のターンでも一回倒すっていうのが理想ですけど、どうかな、うまくいくのか、理想と現実どう、やめてよ、そういいね、その親しより、オッケーオッケーオッケー、いけそう、イスラ倒せそう、水地打てるから。ロバヤンも倒したいけどね、ロバヤンどうなってるかな、踏ん張り回数がわからない。さあそしてディオロンが地味に頑張ってます。全体攻撃からのマロカレ、オッケー、いいぞ、イスラを倒す。ここで次のターン攻守交代あるから、次のターンも、イスラを倒せればっていうところかな。さあ水地追撃追撃、ここで攻守交代が一発目に来たらいいんですけどね、今日が飛んできたら一発目に、サイキ今日来い、カモン。さあ京ちゃん吸い込まれるわ、チャンコーハンに下、いやーそこダメ、真ん中は一番あかん、真ん中は一番やめてほしかったな、春英のこのね、宝石を、あーもうイスラも早くチャンコーハンに吸い込まれて、マムシそこじゃないやばいやばい、うわーもう3分の1はず、うわーザキヤマやられたやん、あかんって、これなんでそんなうまいことチャンコーハン避けるの、嘘やん、そんなうまいこと避けていく、全部ほら全部避けてる、全部一発でいいのに、嘘でしょ、あやっときたやっときた、いやでも山崎これ復活使うてもうたよ、もったいないな今の攻守交代、山崎がやっぱ復活使うか使わないかがね肝心なんですよね。さあそしてここでねうまくイスラ倒せればいいんですけど、多分無理やなこれは、これ今日の硬さ異常やって、ほんまに
うわ、ほんまに異常やな。さあ、そしてシュンウェイからのチャンコハン。さあ、ここはどうなるか。一応でも深海エナジー結構削ってるんですが、って感じかな。イスラどう？結構削ってる。いけるか？いける可能性はあるぞ。水地で頑張れば。さあ、ファントムはイオリに行きます。デュオロンも地味に削っていくんですが、もう完全な水地ですね。これ。これでどれだけ削れるか。あかーん。イスラやっぱ硬いな。イスラ硬かった。ここでイスラ倒しとかないとね、もう僕にほぼ勝ち目はないですね。どうかな。でも深海エナジー結構削ってるね。水地の深海エナジーを割と削ってますね。しかしこのターンでだいぶ壊滅しそう。今日がやっぱ進化ダメージ取ってきよるからね、これ。まあ、その強さもあるよね、今日って。硬いだけじゃないからね、進化ダメージをきっちり削るっていうね、ものすごい性能を持ってますから。あの、必殺のダメージが仮に低かったとしても、進化ダメージを削るっていうのが、めちゃくちゃ強いんですよ、これ。やばいっしょ。しかもあれでしょ？ 2 回目の必殺も削ってるからね。やばいっしょ、だから。マジで。ほんまに今日、えぐいな、これ。周年の中でも一番えぐいっすわ。さあ、ここはなんとか山崎は復活は使いたくないが、水地スキル、もう一回来るよね。水地スキル。しかし、水地の進化エナジーがあんまりない。もしかしたらこのターンで倒せる可能性も出てきた。水地をね。水地を倒せる可能性は出てきましたよ。さあ、そしてザキヤマは、キョウちゃんに行くが、キョウちゃん硬すぎやろ。マジで。さあ、これ、いいぞ、いいぞ。いけるか？いける可能性はある。さあ、チャン・コウ・ハン、ぶん回していく。ヤタガラスではないヤシより、ロバートが生きてますね、まだ。さあ、ジョン・シコンソーからの、どう？おっと、水地倒した。あるか？あるか？これある可能性ある？全然ある。イスラは、山崎復活、イスラ倒せないね、まだ。しかし、水地倒したんで全然あるよ。あとは今日のこの、あれっすね、必殺の進化ダメージでどれだけ、こっちが踏ん張れるかっていうとこかな。さあ、ラルフストライカー、チャンスはある。どう？ 182 式進化ダメージ、あー結構入ってるな。やっぱり結構入ってる。今水地結構減った。進化エナジーね。さあ、ドリルやめろ。うわー、これドリル溶血めっちゃ入りそう。あ、そんなにか。溶血まだ抵抗あったかな、今のは。そしてロバヤンからの182式。いいね、このコンビ。ロバート、やっぱロバート活躍できるよね、こうなってくると。さあ、ヤシヨリではない、ヤタガラス。ヤタガラスも結構深海エナジー入る。あー、よりやられた。深海エナジー切れや、ガソリン切れ、やめて。今日は、そしてタコ殴りのシュンウェイ。デュオロン頑張ってるよ、まだ。お化け5。しかし厳しいか。ゲニとサイキ参戦しました、ボスキャラクター。山崎がね、もう多分4回復活使ったんちゃうかな、僕の山崎。どうかな、4回ぐらい復活してそうな気もします。初ターンにいきなりやられてるのが痛いな。さあ、ガイアニック、キョウちゃん硬いて、あんた。おい、なんですか、あんた一体。もう執念補正もええとこやで、これは。マロカレでも全然ダメ。あかんわ、積みや、積んだわ。もう積みましたね、このターンは。このターンでしっかりイスラあたりを倒しとかないとあかんかったけど、これでだって今日で2回撃たれて、水地のエナジー多分なくなるっすよ。今4割ぐらいあるんですけど、まず一発目。どう？一発目で、あー、だいぶ減ったな。20% ぐらい減った、進化エナジー。トータルね。さあ、そして、マムシからのロバート活躍している。さあ、これで今日のゲージがマックス。そして進化エナジーまた取ってくるわね、ここで。ほら、これ強いよ。今日は2回撃っても2回目取れますからね。めっちゃ強い。進化、もうむしろ進化キャラ、ここまで来ると。進化強ですよ、これは。そしてスキルは出ている。まだでも耐えれそう。OKOK。まだ耐えれる。ゲニは離脱。ザキさん復活。多分これ、ザキさん最後の復活の可能性がある。5回目ね。ラムシ。そろそろイスラ倒そう。もうええで、イスラ。もうええで、そろそろ。こんなに粘ってもらったら困るんよ、イスラ。めっちゃ硬いよ、あんた。ねえ、イスラ優秀やで、やっぱ。これ、落書きもあるし、あれが強いからね、やっぱ領域が。しかし、このターンでさすがにイスラは倒せそうな気もする。うん、倒しましたね。え、復活まだあった？マジか。
イスラもこれ強いな。そうなってくると復活を残していましたね。まだロバートも踏ん張り残してた。うわー、これシュンウェイいないけど、やっぱシュンウェイの代わりになってるよね。イスラが完全に壁になってるし、落書きも強いし、108の錦でまだ耐えている。さあワイルドスタイル、まだ耐えているぞ。でも水内は、水内耐えるのはいいんですけど、もう山崎が厳しいね。こっち多分復活できないね。もう5回目っぽいよ。さあデュオロン反撃しますが、追撃、あーロバート打ってきたな。そして今日はたまるよね。うわえかっけえ今日かっけえなマジで。さあそしてゲンも怨霊壁、デュオロンね、参戦者デュオロン、そうデュオロンがデュオロンに返します。うわーめっちゃ減ったスキルが。あれ山崎まだある？復活ないか、なかったね。やっぱりもうさすがに5回復活して、うわーこれゲニーが今ね離脱から戻ってきた瞬間やけど食らってやられましたね。うわーこれ強いよ。だから炎の印の効果でしょ完全に。そして今日はもうねこのターンまで経つとあのバフを高めまくってますから、ね炎の印のバフがあるんで、それで無限にこうバフを上げていくっていう効果もあるんでね。いやー強すぎる本当に。一瞬ね勝てそうな感じもあったんですけど、やっぱりこの今日の、力でもう完全にね押し破られたというか、うん、もうどうしようもないですね。だって今日これ HP 満タンっすよ。今満タン、10ターン経っても満タンですから、もうだから削1ミリも削ってないということですね。踏ん張りも復活もないんですけど、これは恐ろしすぎやろポテンシャル。これで武器ないっすからね。まだ初日ですよ。だって武器もない剣もない状態で、これはいかついな今日は。さあそしてヤタガラス、そろそろ水地、あーですよね、もう水地の深海エナジーなくなった。水地この今持ってる HP なくなったらやられます。反撃、うわー今日やばい。しゅんちゃんも復活したんじゃないの？どう？しゅん太郎、しゅん太郎やけどコロリンコ、炎の印、あー水地はでも最後まで頑張ってくれたな。だいぶ強いよ水地。デュオロンは高烈なんでね、結構いい感じの仕事するんですけど、ああそれでもやっぱね今日もう倒せないからもうどうしようもないですね。あれ今追撃した水地、なんか追撃しなかったように見えたけど、どうかな、ちょっと確認しとこう。さあワイルドスタイル、再起は復活はしませんね。もうなかった。あーマムシー、デュオロン最後まで生き残ってる、すごいな。もうでも4、3っすね。お化け3、追撃来ました。スキルはダメージゼロにすることができないから、もうタコ殴りですね、こっから。さあ、来るよ、こっからタコ殴りオンパレード。さあ、来た、今日何回目？ 2 回目か、これは。さあ、今日によって、最後、焼かれたー強すぎ。おいや、マジでガチガチすぎやろ、あれ。なんや、あれ。ほんま倒されへんやん。どうすんの、これ。今後、どうするんすか、皆さん。この今日、どうやって倒すの？えぐいね本当にね。いやカズさん対戦でありがとうございました。僕もね今日入れてからもう一回ね挑ませてもらいます。とりあえずまあ見ての通りですね、強さは。なんで今日の、9時から僕生配信しますんで、ガチャ生配信します。9時からこの今日をね、取得しようと思います。ドレアこれね、そやな、もう取りますよ、もちろん取るんですけど、やばいっすね強さが。もう見ての通りの強さなんで、もう考えられてる方はね絶対取った方がいいですね。マジで間違いなく最強キャラです。めちゃめちゃ強いですね。なんで9時から生配信でね頑張って神引きしたいなよかったらねそちらの方も遊びに来てください。では今回の動画この辺りで終わります。ご視聴ありがとうございました。